こんにちは、競馬ラボ予想チャンネルです。今週はオークスということで、グランアレグリアやアーモンドアイを育てたノーザンファーム天栄の君谷場長に、気になる有力馬の距離適性や状態、そしてあの秘密兵器について聞いちゃいます。動画の最後には現在 G1 で4連勝中、私からの推奨馬公開しますんで、今回も最後まで言ってもらえると嬉しいです。私たちが運営する競馬ラボでは、アンカツさんほか実際オークスを勝った名騎手の予想を公開します。アンカツさんは春の G1 シリーズでも当たりまくっているんで、概要欄のリンクからチェックしてみてください。それではオークスの予想に参りましょう。それでは今年のオークスに送り出す馬について、ノーザンファーム天栄の君谷さんにお話を伺っていきたいと思います。君谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もあの調教やられてこられたんですか？はい、いや、あの今も調教中ですよ。はい、牧場の方。そうなんです、はい、お忙しいところありがとうございます。はい、よろしくお願いします。で、実際に馬の育成だったりとかレースに向けての調整に携わっている方ということで、今回楽しみにしました、はい。で、その前に、NHK マイルカップのシュネルマイスター、そして先週ビクトリアマイルのグランアレグリアと G1 連勝おめでとうございます。ありがとうございます。で、今週のオークスといえば、あの君谷さんの育成したアーモンドアイが記憶に新しいレースですね。そうですね、はい、はい。そのオークスに今年出走する馬についてお伺いしていきたいと思います。で、はい、このノーザンファーム天栄、君谷さんが場長を務められているノーザンファーム天栄というのはどんな役割をしているのかっていうのをもう一度教えていただきたいんですけども。はい、まあ、あのノーザンファームの主に、まあ、関東所属馬がですね、まあ、レースとレースの間のケアだったり調整をするのが、まあ、主な役割となってます。はい、じゃあ今回オークスに出走する馬も前走から、そちらに入って調整された馬も結構いるということですか？そうですね、はい、はい。ではじゃあ桜花賞組の馬からお話伺いたいと思います。はい、桜花賞3着でした、ファインルージュですね。はい、はい、この桜花賞のレースはいかがだったでしょうか？はい、まあ、あの内枠からですね、まあ、スタートもよく、あの勝ち馬の後ろのポジションも取れましたし、まあ、最後直線、まあ、あの伸びてよく食らいついてきたなと思ってます。はい、あのすごくあの素出しをマークしてうまい競馬をしたなという印象なんですけど、長所はやっぱり器用なところでしょうか？まあ、そうですね。ただ、まあ、あの少し周りの馬を気にすると言いますか、まあ、あのまだ精神的に成長途上の部分もありまして、まあ、あのどのレース、その前のフェアリーステークスもそうだったんですけども、エンジンのかかるまで、少し時間がかかるところがありますので、まあ、あの桜花賞も、まあ、直線1回勝ち馬に離されたんですけども、まあ、最後食らいついてきたように、まあ、その部分のタイムラグと言いますか、まあ、そのあたりが課題かなと思ってます。あ、なるほど。位置取りを問わない自在性とか、東京や中山でも強いレースしているので、結構いろんな対応力はある馬かなと思うんですけども。そうですね、まあ、基本的にはスピード能力の高い馬ですので、まあ、そういった、まあ、器用さといいますか、まあ、対応力はあると思ってます。はい、今回中間の調整はいかがだったでしょうか？はい、まあ、こちらに戻ってきてからも、まあ、まあ、早々にオークス目標というふうに決まっていましたので、まあ、予定通りのメニュー順調に消化してきました。はい、でやっぱりオークスといえば、ほとんどの馬が初めての 2400m っていうのがポイントになると思うんですけども、はい、このファインルージュは 2400m の距離、先ほどのお話だとエンジンがかかってからはすごいものがあるということだったんですけども、距離に関してはいかがでしょう？そうですね、まあ、血統的に、まあ、お母さんのこのパッションルージュも携わっていた馬なんですけども、まあ、お母さんも短い距離の馬でしたし、まあ、血統的なことを含めても、まあ、少し不安はありますかね。はい、じゃあどういう競馬が理想かなっていうのはありますか？まあ、基本的にはまあそういったあの距離のことも踏まえて、まあ、ジョッキーがこう最後に足を温存しとく、まあ、レース選択をするんじゃないかなと思ってますけども。はい、わかりました。君谷さんが思うこのオークスを勝つためのポイントっていうのはどこにあると思いますか？まあ、一番はまあ当然あの個々の馬の適性ということになってはくるんですけども、まあ、あのこのレースのはそうで
ですね、比較的こう先行馬に苦しいと言いますか、まあ、やはりその未知の舞台になりますので、まあ、どちらかというと最後にこう足を溜められる、また最後まで足が持続する馬の方が有利かなと思ってます。うん、続きまして桜花賞で4着だった赤い鳥の娘ですね。こちらは桜花賞のレースいかがだったでしょうか。はい、こちらはそうですね、まあ、比較的後位のポジションから、まあ、直線も、まあ、足も伸ばしてたし、まあ、現状持てる力を出し切ってくれたのかなと思ってます。はい、この馬も中間はそちらのノーザンファームテイに戻られての調整だったんですか。この馬に関しては、クイーンカップの後からは、ずっと在級ですね、国枝厩舎の方で、調整してもらってます。はい、で前回は初めての長距離輸送もありましたし、まあ、課題もいろいろあったと思うんですけど、今回は3勝を挙げている東京でのレースっていうことに関してはいかがでしょう。は、まあ、前回、まあ、私は画面越しでしか見てないんですけども、まあ、少し馬体重が減ったりですとか、まあ、パドックも少しずっとこう早足になったりしてましたので、まあ、先生から伺ってても、まあ、少し輸送の影響もあったと思いますので、まあ、そういった意味では、走り慣れた舞台に変わるのはもうプラス材料だと思ってますけども。はい、この馬のいいところってのはどんなところですか。まあ、一番は柔軟性だと思います。まあ、お母さんのアパパネは少し、まあ、固めと言いますか、少し歩様も固めの馬だったんですけども、まあ、この馬はそれにディープインパクトがかかってまして、まあ、いかにも普段走ってても、まあ、ディープサンクだなっていう分かるようなフットワークしてますので、まあ、そのあたりが一番持ち味かなと思います。じゃあそういうお父さん譲りの切れ味、瞬発力というのはやっぱ東京競馬場の方がなんかいいかなっていう感じはしますね。そうですね、まあ、こういった柔軟性というのはやはりその距離をこなすという意味でも大きなポイントになると思ってますので、まあ、初めての当然距離になりますけども、まあ、この馬に関しては心配なく迎えるんじゃないかなと思ってます。はい、そして桜花賞組ではククナですね。こちらは最高峰からの競馬で追い込んでる6着というレースでしたけども。はい、そうですね、前半の位置取りに関しては、まあ、馬任せといいますか、まあ、少し水槽に苦労してた様子を伺えたんですけども、まあ、メンバー中上位の足も使ってくれましたし、まあ、能力の高さは、まあ、改めて見せてくれたと思います。この馬のレース見てると明らかに距離が伸びた方がいいんだろうなっていうのを桜花賞を見て思ったんですけども、いかがですか。そうですね、まあ、少しピッチ走法といいますか、まあ、少し刻んで走るところがありますので、まあ、その部分ではちょっと距離に関しては何とも言えないかなっていうのは正直なところですね。ああ、そうですか。東京でもいいレース見せてますし、やっぱりコース的には広い方がいい馬ですか。まあ、最後の末脚が持ち味だと思いますので、まあ、そういう意味ではその直線の長いコースレイアウトはいいと思います。はい、桜花賞の後オークスに向けては調整いかがでしょう。はい、まあ、こちらに戻ってきた時点では、まあ、オークスに使うかどうかっていうのはまだ流動的だったんですけども、まあ、思いのほか状態も良くてですね、まあ、出走賞金順的にも、まあ、出れる見込みが高かったので、オークスに向けて順調にはこれだと思ってます、目標を切り替えてからは。はい、で前走今お伺いしてきた馬 1600m 使ってたわけじゃないですか。はい、で今回 2400m で距離が全然違うんですけど、調整だってやっぱり工夫されたりするんですか。そうですね、まあ、調教、まあ、調整といいますか、まあ、少し普段から長い距離を走らせたりとか、まあ、あと一番はまあ大体どこの 1600m のコースも、まあ、ワンターンのコースが多い中でですね、まあ、今回ぐるっと一周回ることとなりますので、まあ、コーナリングでのはみ受けとか、まあ、そういった部分は気をつけるようにしてます。はい、で桜花賞組といえば2着のサトノレイナスがダービーへ行くということになりましたので、はい、まあ、その辺はまたお話伺わせていただければと思います。はい、で別路線組ではですね、フローラステークスを勝ったクールキャットですかね。はい、こちらずっと 2000m で良さが出たのかなと思うんですけども、レースいかがだったでしょうか。はい、はい、まあそうですね、ようやくスムーズなレースができたといいますか、もともとフットワークの大きな馬だったんで、こうちょっとバグに包まれたりとかですね、まあ、少し中山コースで苦戦してた部分もあったんで、
まあ、ようやく適した条件で、まあ、思う存分走ってくれたなという印象です。あ、じゃあ距離というよりも東京が良かったっていう感じなんですか？そうですね、まあ、伸び伸び走ることができたっていうのが、まあ、中山でもあのフラワーカップはあの外出してからはいい足でしたし、まあ、やはりこうなんですかね、まあ、包まれずにといいますか、自分のストライドで走れるっていうことが、まあ、第一条件になるかなと思いますけども。あ、なるほどなるほど。中間の調整というのはそちらでやられたんですか？そうですね、あのフローラステークスの後はこちらで、まあ、10日間ほどおりました。はい、うん、順調にあの過ごせたという感じですか？そうですね、あの疲れもすぐに回復してですね、まあ、あのオークスに向けては順調にメニュー消化したと思います。で、この馬あの 1400m でデビューだったと思うんですけど、はい、もともと短い距離の方がいいんじゃないかなっていう感じだったんですか？あ、まあ、そういうわけではなくて、まあ、1400、1600、まあ、東京開催ありまして、まあ、あのそのあたり、まあ、機種の都合というか兼ね合いだったり、まあ、いろんな部分が加味して、まあ、1400デビューってなっただけですね。はい、あ、血統的にはスクリーンヒーローで、あの、はい、距離長い方が良さそうだなと思ってたんですけども、はい、今回 2400m にさらに伸びますけど、距離はいかがでしょう？そうですね、まあ、血統的にはあの距離は大丈夫ですし、まあ、あのお父さんのスクリーンヒーローの牝馬は何とかやってちょっとまあ短い距離もいたんで、最初は半信半疑だったんですけども、まあ、折り合い目もここのところはあの問題なく来れてますので、まあ、距離に関しては心配していません。はい、わかりました。そして、もう一頭がですね、スルーセブンシーズですね。はい、これがちょっと秘密兵器の予感が漂ってるんですけども、はい、前走のミモザ賞強かったですね。そうですね、はい、あのとても強い内容だったと思います。この馬の長所っていうのはどのあたりにありますか？まあ、あの一番は前進規制といいますか、まあ、あのいい意味で走る気にあふれてるところだと思います。おー、でこの馬は中山でしか走ってないわけですけども、これは、はい、意図があっての中山でのレースだったんでしょうか？そういうわけではなくてですね、まあ、先ほどお伝えしたように、まあ、前進規制走る気にすごいあるんですけども、逆に言えばまだちょっと体の方が追いついてなくてですね、まあ、レース後の疲労にちょっと時間がかかるものですから、まあ、いい状態の時に出走させているといったところです。あ、それがたまたま中山の時期に合っていたからそこで使っていったと。はい、そうですね。はい、であの前回とかの末脚を見る限り、これ東京の方がいいんじゃないのってちょっと思ったりもするんですけども、コースに関してはいかがでしょうか？まあ、距離に関してはですね、まあ、あの折り合い一つかなと思ってます。その前進規制の強さを、まあ、どうコントロールしていくかが鍵かなと思います。はい、で中間の調整はそちらでやられていたんですか？はい、そうです。はい、仕上がり具合というか送り出す時までの状態ってはいかがでしょうか？はい、まあ、あの今回に関してはですね、あのミモザ賞の後、まあ、出れればオークスにというふうに決めていましたので、うん、まあ、そこから逆算して、まあ、順調にこの馬としては今までの中ではいい感じで乗り込めたんじゃないかなと思います。はい、じゃあ成長力っていう点でもこの馬はかなり期待されている部分もありますか？そうですね、伸びしろは大きいと思ってます。はい、やっぱ初めて強い相手と戦ってどうなのかなっていうのは一ファンからして思うんですけども、うん、その辺の潜在能力というかどのぐらいまで戦えるのかなっていうのはありますか？まあ、こればっかしはちょっとやってみなきゃ分かんないかなって感じですかね。まあ、ただ、まあ、あの週間予報を見てるとちょっとここのところ天気も雨マークも多いですし、まあ、そういった意味では前回重馬場で走れてるっていうのは経験は強みかなと思いますけど。はい、ありがとうございます。ということで、キミヤさんにオークス送り出す馬ここまで聞いてきましたけど、ソダシに関してはどういう馬だなっていう印象を受けられますか？はい、まあ、どのレース見ても好意といいますか、いいポジションにさっとつけられますし、まあ、最後の末脚もしっかりしてますからね、隙の少ない馬だなと思ってますけども。はい、ということで今日はお忙しい中、
金宮さん、ありがとうございました。貴重なお話いただいて。はい、ありがとうございました。応援してください。はい、次回のダービーについても、ぜひお話伺わせていただきますので、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、いかがだったでしょうか。金宮城長のお話、馬券のヒントになったと思いますので、ぜひ予想にお役立ていただいて、皆さんの本命馬、狙ってる穴馬、コメント欄に書き込んでいただければと思います。この動画が役に立ったよという方、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではここからは私カノカラオークスで馬券になる法則、そして現在 G1 4連勝中の推奨馬ご紹介していきたいと思います。オークスで馬券になる法則、これもですね、まあ、超簡単です。前走桜花賞1着から3着の馬、そして前走フローラステークスか忘れ草賞の1着馬、過去5年の勝ち馬は全部このどれかに当てはまっています。そして過去5年の1着から3着馬を見ても15頭のうち12頭がこのどれかに該当するということで、超簡単なんですけれどもすごく馬券になる確率が高いという法則でございます。ということで私カノのオークスの推奨馬はファインルージュです。過去5年で桜花賞1着から3着馬12頭が出走したんですけども、4勝2着1回3着2回ということで安定感抜群。さらにこの中でも馬券になるのが上がり1位から3位だった馬なんです。先ほど挙げた12頭のうち上がりが1位から3位だった馬6頭いまして、その成績がなんと3勝2着1回3着1回、なんと馬券率 80% 超えです。桜花賞でメンバー上位の足を使った馬が距離が一気に伸びるオークスでも信頼できるということなんですね。ちなみに今年桜花賞を勝ったソダシは上がり4位、そして2着のサトノレイナスはダービーに参戦するということで出走しません。なので桜花賞3着で上がり3位だったファインルージュが好走パターンに該当します。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。私たちが運営する競馬ラボではアンカツさんほか実際にオークスを勝ったジョッキーの予想を公開します。アンカツさんは春の G1 予想も当たりまくってるんでね、ぜひ概要欄のリンクからチェックしてください。そして来週はいよいよ日本ダービー、アンカツさん、そして血統予想家の水上学さん、この動画にも出演していただいた馬体予想のヤーシュンさんの勝負会目も公開しますんでお楽しみに。それではまた次回の動画でお会いしましょう。